フリードリヒ・ガイエフスキーはドイツの実業家。IG ・ファルベンの役員で第二次世界大戦中には戦争経済指導者を務めた。1885年10月13日、ガイエフスキーは12人兄弟の一人として生を受けた。経済的な理由から兄弟全員が進学することは不可能であったが、その中でガイエフスキーは薬剤師としての修行を受け、 1905年には科学及び薬学について学ぶべく、ライプチヒ大学へ入学した。1910年に博士号を習得した後、当時は必須とされていた兵役を果たすべく、ドイツ帝国陸軍に入隊する。1912年には民間企業バスフにて雇用されるも、1914年に第一次世界大戦が勃発したために陸軍へ戻り、 1917年まで従軍した。その後、ルートビヒスハーフェンにあるバスフガス部門の幹部となった。またこの頃に結婚しており、後に二人の娘が生まれた。1925年、ガイエウフスキーは、カール・ボッシュの女子権取締役となったことで IG、ファルベン社内でなお知られるようになる。IG ファルベンでは主に写真機材に関する業務に携わり、 1928年には、アグフアの技術監督に就任。その2年後に IG ファルベン第三生産部の部長に就任する。1932年には IG ファルベン社、取締役会の一員となる。また、1936年から1945年まで、関西委員会の一員として、ダイナマイトノーベル社との連携実現に奔走した。百三十三年、 ガイエウフスキーは国家社会主義ドイツ労働者党に入党する。1938年水晶の夜事件の後にガイエウフスキーはエジー・ファルベンの元同僚らと共に NSTP が主張する世界観の支持を表明した。1930年代初頭に取締役会の一員だったユダヤ人のゲアハルト・オーレンドルフは NSTP による迫害を恐れており、 1938年11月にガイエウフスキーと会った際にドイツから逃れようとしている胸を話したという。ガイエウフスキーは幸運を祈ると言ってオーレンドルフを見送ったが直後にゲシュタポに当てて彼は機密情報を所持したまま逃亡しようとしている可能性があるという手紙を書いている。これによってオーレンドルフの出国は足止めされたが結局 ガイエウフスキーが折れたことで、オーレンドルフは無事にドイツ出国を果たしている。1940年に IG ファルベンの南東欧委員会の委員となり、ハンガリーやチェコスロバキア、ルーマニアなどの占領地及び衛生国の IG、ファルベンの使者や子会社をたびたび訪問した。1942年、戦争経済指導者に就任する。1945年10月5日、 アメリカ陸軍によって逮捕される。ガイエウフスキーの戦争犯罪については1947年の IG ファルベン裁判に先立って争われた。IG ファルベン社、取締役会の一員だったユダヤ人たちは彼がナチス政権に対して非常に協力的だったことを明かして非難したものの戦争犯罪に関しては無罪判決が下った。当初、オーレンドルフは 自分のドイツ脱出を支援してくれたと信じていたため、裁判でもガイエウフスキーを擁護する立場から、先生教術書を作成していた。しかし法廷にてガイエウフスキーがゲシュタポに当てて書いた手紙が読み上げられたため、オーレンドルフは、この先生教術書を撤回した。釈放後、彼は再び実業家として、ダイナマイトノーベルとの事業に戻った。1952年には、 会社会長に就任し、さらに翌年には、西ドイツ政府から、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章を授与されている。その後も、複数の会社に役員として、名前を置き、取締役会議長なども務めたという。1957年に引退し、ケルン郊外のハーンバルトにて死去した。ありがとうございます。